はいどうも、ふもふくのお店のパクチーです。今回は新しいマウスパッドメーカーのご紹介動画で、マウスパッドカンパニーっていうこちらね、フォートナイトのプロプレイヤーのエピックホエールさんっていうプロ選手がね、兄弟と起こした、やっぱりもう名前がマウスパッドカンパニーなんで、マウスパッドだけを扱ってるメーカーさんなんですけど、僕の所感で言うと、今までもらったリクエストの中で一番多かったメーカーが多分マウスパッドカンパニーじゃないかなっていうくらいリクエストいっぱいもらってて、もうね2020年ぐらいからかな、ずっとねこのマウスパッドカンパニーのねアカウントの方にね、お願いしますふもふくです、商品取り扱わせてくださいっていうねメールを2年間ぐらい送ってね、送り続けた結果、なんとやっと今年ねメーカーの方から返事をもらえて、日本でぜひ正規代理店になって売ってくださいっていうメールがね返ってきて、やったーってことでね、ついにね取り扱いロードになったこのマウスパッドカンパニーの紹介を今からしていきます。それでは本編どうぞ。はい、ではサイズからいきましょうか。サイズはね、もうラージサイズと呼ばれる1個のサイズのみの展開で、横がね 90cm のね大判タイプで、縦が 45cm あるんで、ね、僕みたいにもうマウスパッドに肘を置いてここの中で振りたいっていう人にもね対応できるぐらい縦の長さがあるサイズで、厚さが 3mm となってます。で、表面柄はいっぱいあるんですけど、表面加工は1種類のみで、デュラグライドって呼ばれる表面加工になっていて、かなり結構ねこれ珍しい表面になっていて、過去のね動画 X-ray パッドのねアクアコントロールスーパーっていうのをね紹介した動画を見てもらえれば分かるんですけど、メッシュっぽい生地でね、他にこんな表面のねマウスパッド見たことないなって話をしたんですけどね、ここにありました。マウスパッドカンパニーとそのアクアコントロールスーパーの表面はねなんか似てる感じ、リュックサックとかのね背中につけるところのあの感じのメッシュに近いメッシュの感じはすごく似てるんですけど、実際にマウスを滑らしてみるとこの2つ結構滑り心地は違って、アクアコントロールスーパーの方はかなり抵抗感のあるコントロール寄りのマウスパッドだったんですけど、こっちのねマウスパッドカンパニーの方はめちゃめちゃ滑りがいい、抵抗があまりない、もうスピードタイプの中でもスピードコントロールとかじゃなく、結構スピードに振ってると言ってもいいぐらい均一にこう滑る。表面メッシュでなんかボコボコしてるように見えるのに、マウスを振ってみるとめっちゃ平らっていう感じがするね。抵抗とかがない、横に振りやすい。あとマウスパッドって基本的にこう生地の折り方があるんで、折ってる方向によってこうマウスパッドをこうやって振るのとこうやって振るのって、どのマウスパッドであれ横に振るとすごいスピードだったのに、縦にするとコントロールっぽくなる、滑りになるみたいなマウスパッド結構多くて、例えばX-rayパッドさんだとトールとかは結構横めちゃめちゃ滑るけど、縦はなんかしっかり抵抗があるなみたいな、滑り心地が変わるマウスパッド多いんですけど、僕が使った感じこのマウスパッドカンパニーは多分今まで使った中で一番って言っていいぐらい、縦と横の滑りにあんまり違いを感じないマウスパッドだったんで、あんまりいないとは思うんですけど、なんか斜めにして振るとか、こう置いてるけど手はこう斜めになるよみたいな、その時の角度によって滑り心地変わってたなとか、なんか悩みがあった人はこれ結構斜めに振っても縦に振っても横に振ってもあんまり滑り心地が変わらない気がするんで、おすすめとなってます。あと裏面は見た目のね感じとかはX-rayとかオーディンとか普通のよくあるマウスパッドと同じようなヘリンボーンみたいなゴムのギザギザのこのくの字がいっぱいあるやつなんですけど、ゴムが滑りにくい気がするんで、このね 90cm×45cm のサイズになってくると、もはや滑ることの方が珍しいとは思うんですけど、かなり滑りにくめのゴム地になってるんで、そこもおすすめポイントなのと、あとエッジがちゃんと縫い止め加工されてるタイプなので、ほつれてくる心配はないというものと、あと巻き癖がめっちゃ少ないマウスパッドの一種ですね。僕が今まで使ってきたとかレビューしてきたねマウスパッドの中でも1位2位を争うぐらいにね、巻き癖がつきにくい、このくるくるって丸まってた最後の方とかね、やっぱちょっとこう浮きがちになったりするんですけど、結構長いこと丸めて倉庫に置いてたんですけど、全然巻き癖がないんで、もう開けたその瞬間からもうペラってねこうまっすぐになるね、結構しっかりめのねマウスパッドなんで、巻き癖気にする人にも、ね、おすすめとなってます。あとねこちらのデュラグライドのね表面はかなり階級性に重点を置いて作ったマウスパッドっていうことでね、まだこのねメーカーさんからね届いてね1ヶ月2ヶ月くらいしかね経ってなくて、その間ね僕ねレビュー用にね会社から借りて家とかでゲームしたりとか仕事もこれでやってたりとかしたんですけど、そんなに1ヶ月とか2ヶ月とか、半年とかでねボロボロ変えるっていうよりは結構長く使ってもあんまり滑り心地が変わらないようなね結構タフな表面な触り心地なので、ね、そこもおすすめポイントとなってます。はいでね、このマウスパッドカンパニー表面とサイズはね1種類しかないって言ったんですけども、柄がめちゃめちゃありまして、ふもふくのお店で取り扱ってるだけでも今16種類現在取り扱っておりまして、まずこの今日ね持ってきたこの柄、これがストラタボールドって呼ばれるねシリーズで、これが一番ね種類としては少ないんですけど3色取り扱っています。でこれがね太めのこのマーブル模様みたいなんですけど、これもっと細くてもっと細かいねウニュウニュ模様のストラタリキッドっていうねシリーズがありまして、そちらがね9色結構モノクロのな白と黒っぽいやつからめちゃめちゃカラフルなやつとか赤と黒とかね蛍光色みたいな、ね、色もあるんでね、あと僕の一押しがアートシリーズってやつでね、日本の古き良きね浮世絵をモデルにしたのが4種類、葛飾北斎のね絵が2種類、これがキクとハチっていうやつの、ね、B ってやつ、白黒原画はカラーだったはずなんですけどマウスパッドにする時多分白黒にしたやつと、あとね、北斎の「富嶽三十六景」のうちの「早秋の梅の沢左」っていうね相模プロビデンスって名前かなと、あと歌川広重からね東海道53次のね箱根の湖水図っていうやつの箱根っていうモデルと、僕が一押しのね通称ガシャドクロってみんなよく言ってるでっかいドクロのね歌川国芳が描いた「合間の古代理」っていうね絵をモデルにしたやつの4種類今取り扱っております。で今ねちょっとね申し訳ないですけど在庫切れちゃってるんですけど、順次ねまた再入荷する予定はありますので、こちらからね欲しかった方はすいませんですけどちょっと入荷までお待ちください。やっぱねマウスパッドカンパニーのいいところはもちろんさっき言ったね滑りやすさが縦横が一緒とか巻き癖が起きにくいっていうところもあるんですけど、見た目のオリジナリティがすごい。マウスパッドカンパニーさんを含めてねうちでも結構いろんなメーカーさんとねマウスパッド取り扱っているんですけど、やっぱ浮世絵とかをそのまんまプリントして綺麗にねこのマウスパッドにする技術みたいなのはやっぱねなんかマウスパッドカンパニーさん得意とするところみたいなんで、 e スポーツ用のマウスパッド欲しかったんだけど、なんか白黒だけじゃつまらないしただの模様だけでも面白くないなって思ってた人はね浮世絵のシリーズとか、あとこの模様でもねかなりビビッドなカラーからモノクロのカラー、いろんな種類16種類取り扱ってるというのはねマウスパッドカンパニーさんのねめちゃめちゃいいところなんでね、ぜひぜひねお気に入りの1枚をお求めていただいて末永く使っていただけたら幸いです。はい、それではここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。でこちらのマウスパッドカンパニーさんのねマウスパッドどれも柄関係なくお値段が7980円でねふもふくのお店で取り扱い中ですので、ぜひぜひご検討いただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。